English version of the Bang Dream game is now available. Bang Dream Girls Band Party. Many game original songs. Play with cover songs from famous animes as well. Interact with animated characters. Enjoy their actions and conversations. Bang Dream Girls Band Party. Download for free. Bermuda Triangle. Please accept all of the divas' gratitude. Vanguard G, Divas Festa, now on sale. Everyone's adorable, Mew. Boku wa Chibi Panda. Ima ichido tsue. Tokanatareshi Rengoku no Kishi tachi. Luminize. Shinsei Rengoku Kishidan. Kimi to no innen ni ketchaku o tsukeyo. Kono aratanaru ryūjin no chikara de.ルミナイズ創世の潮流神バディーファイオープンザフラッグダークネスドラゴンワールドドラゴンツバイライフ20 これは一体何事です。龍炎寺サスクが煉獄騎士になってるですと、びっくりの底の君、ちょっとお話をさかのぼって。刻んで宿命瞳感じてランアウェイ駆け抜けてゆく未来を勝ち取るためにいつの時代もそうさ強く生きなきゃダメだ後ろ向きで歩くのは過去悪い生き方さ一人じゃないってわかるよこの絆の強さを準決勝だな、京也。今日もナイスファイトを頼むぜ。僕の相手は君だったね。よろしく頼むよ、龍炎寺タスク君。あなたとはいろいろなことがあった。だけど GGG カップはガオー君のための大会。お互いいいファイトをしましょう。いいファイトだってこれだけ長い付き合いでも君は僕のことをまるで分かってくれていないようだね。僕が善意でこんな茶番に参加すると思っていたのかい？なんだと。さっきの対戦で手応えを感じたんだ。また僕の理想をみんなに示す時が来たのではないかとね。理想だと？それは一体。おやおや、そこまで説明しなくてはいけないのかい？貴様、このファイトで騒ぎを起こすつもりなのか。やめろ、そんなことはさせないぞ。まあまあ、熱くならないで。だから君にお願いがあるのさ。今日の準決勝、もう一度煉獄騎士となって僕とファイトしてほしい。なんだと？ふざけるな。僕のお願いを聞いてくれればこの GGG カップでは何もしないことを約束しよう。煉獄騎士 VS 創世の潮流神。それにしてもサプライズです。 GGG カップ準決勝第2試合、京也選手はドラゴンアインの進化形態ドラゴンズバイ、龍炎寺タスク様はなんとダークネスドラゴンワールドを選択、バディは煉獄騎士団の解放者オルコスソードドラゴンです。スタードラゴンワールドのバディモンスタージャックナイフはなんと観覧席、
これは一体どういうことなのか。タスク、お前なら必ず勝てる。どうしてタスク先輩に煉獄騎士になれなんて。あんまりだわ。何考えてんだガエン教や。奴がその気になれば世界をひっくり返すこともできる。相変わらず得体の知れない男だ。煉獄騎士って何バル。話すといろいろ長えんだよ。気にすんな。そんなのは無視しちまえばいいんだ。兄貴の言う通りです。タスク、ここは奴の言うことを受け入れよう。バカな、何を言うんだジャック。聞くんだタスク。お前も言っていただろう、これはガオーたちのための大会だ。危険があってはならない。ガエン教野は約束を守る男だ。申しておければ騒ぎを起こすまい。大勢の人々の安全を考えろ。彼らを守ることは我々の義務ではないのか。分かったよジャック。タスク先輩。両ファイターとも1回戦とは異なるフラッグ。しかしこの大会ではルール違反ではありません。ドラゴンツバイ VS 煉獄騎士団、果たしていかなるファイトが繰り広げられるのか。大丈夫かしらタスクさん。使っていたと言っても以前の話だ。いきなりでデッキが回るかどうか。京也選手の先行です。チャージ&ドロー。センターにマリュの眷属デストラクタをコール。デストラクタの効果ライフ2を使い2ドロー。マリュの眷属ギリエルガをレフトにコール。効果でゲージ1プラス。手札のマリュの眷属ゴライオウの能力発動。ドロップゾーンに送りゲージ2プラス。京也選手、少ない手札から1点ガンガン手札とゲージを増やしていく。あいつが出てくるぜ。なあ京也のバディがな。センターにバディコール。罪と災いに彩られた僕のバディ、ドラゴンの神としてその姿を現せ。食材のしるべ、アジダハーカ大英和シス。出たー京也選手のバディモンスター。しかも新カードとなってのバディコールだ。アジダハーカ大英和シス、サイズ3、攻撃力1万、防御力1万、打撃力2、貫通と3回攻撃を持つ。これが新しいアジダハーカか。でけえ上にえげつねえ攻撃回数だな。やばいバル。アジダハーカファイターをアタック。僕のターン終了だ。やはり最初からアジダハーカを出してきたか。あいつを突破できるかが鍵だ。龍炎寺タスクよ、意図せぬ出来事とはいえ今日だけは私はお前のバディ。我が神聖煉獄騎士団もお前に付き従う。一致団結し必ずや勝利をもたらそう。分かった、ありがとうオルコスソード。僕のターン、ドロー、チャージ&ドロー。装備煉獄騎士団団長の剣ギミアソード。おっとタスク様もニューアイテムだ。神聖煉獄騎士団クロスボウドラゴンをレフトにコール。お竜の武器の出番だぜ。さらに神聖煉獄騎士団シルバースタッフドラゴンをセンターにコール。シルバースタッフ剣山ライフ2を使いライトにバディコール。煉獄騎士団の解放者オルコスソードドラゴン。我は神聖煉獄騎士団の長にして解放者、龍炎寺タスクと共に歩む者なり。あれが新しい煉獄騎士団の団長か。いかにも煉獄騎士団は生まれ変わりさらなる団結を得た。押して参るぞ騎士たちよ。万全の敵を殲滅する。役者が揃ったようだね。さあ
たっぷりと見せてくれ、その力。さあ、封印を終えたタスク様、だが巨大なアジタハンガをどのように突破するのか。キャスト、デストロイアドバンテージ。デストロイアドバンテージは相手の場のモンスターを1体破壊する。そして破壊したモンスターのサイズ分だけゲージを増やす。これはすごい、アジタハンガを一撃だ。あっという間にセンターをこじ開けてしまった。大したことねえな。そう来なくてはね。アジダハーカが破壊されればワンドロー。さらにデッキからこのカードを呼び出すことができる。見せてあげよう、ドラゴンつがいの進化フラッグ、ドラゴンドライ。なんと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 、これまたワンコーライフゼロで発動のはずのドラゴンドライが今発動。なので京谷選手のライフは驚愕の24って何なんですか。ちょっとエグすぎじゃねえか。そう思える。アジダハーカの真の脅威はこのドラゴンドライの能力だったのかもしれんな。しかしライフ24とは。ふん、数が大きりゃいいってもんでもあるまい。どうしたお前ら、おじけづいたか。どうなるんだこのファイトは。しかしまだタスク様のターン。果たしてこのライフ差を突破できるのか。突破してみせる、決して諦めはしない。We won't let you devour the sun! All my buddies are in this booster! Solar Strike, 15th June, on sale! Bushy Road! ライフを高めるがいい。相手が巨大であるほどファイターは燃えるもの、ただ打ち砕き続けるだけだ。それは楽しみだね、存分に見せてくれたまえ。帰れる、俺も連絡来たら見るはずだぞ。どんなやつ、え、行儀悪いな、食いながら喋んなよ。思いそばる。クロスボウドラゴンでファイターをアタック。言うのよ、食らえ。ヒルマンスタッフ、せつけ。了解した。選手、連続ダメージ。オルコスソード、ファイターをアタックだ。おう、我が騎士団の真なる力を知れ。オルコスケナルよ。タスク様の攻撃全断命中。しかしまだライフ20。オルコスソードの能力発動。我らは勝利のため力を貸してくれ、クロソー。サルティリオ・エレウス・サリア、お安い御用のゼグン団長。味方を破壊することでオルコス・ソードは再攻撃可能となった。さらに煉獄騎士団団長の剣リミオス・ソードの能力を発動。オルコス・ソードの攻撃力を3000上げワンドロー。タスク様は手札を増やし追撃の構えだ。さあ来い、オルコスソード、ファイターをもう一度アタック。仲間の命、無駄にはせぬ。オルコスケナリオ。決まった、京谷選手、ライフ18。オルコスソードの能力発動。シルバーソーク、頼む。喜んで。今度はセンターのシルバースタッフを破壊して再攻撃可能になった。シルバースタッフの効果でライフ1プラス。オルコスソード、ファイターに再攻撃。やっ、
撃だ！煉獄騎士団団長の剣リミオンソード！タスク様王冠ライフ24から一挙に14まで削った！僕のターン終了だ。すげえな、1ターンに10ダメージかよ。普通ならもうゲームエンドだぜ。それくらい強力なんだ、ゼロスタートじゃないドラゴンドライは。京谷選手のターンです。ドローチャージ&ドロー、マリューの眷属ギリエルガをライトにコール、能力でゲージ1プラス、さらにレフトにコール。ギリエルガの能力でゲージ1プラス、ゲージをまた増やしてきたぞ。もっぺん出てくるバル。ああ、ライトにコール、アジダハーカ大英和シス。また出た、3回攻撃に貫通持ちの巨大モンスター。タスク様、これは大ピンチか。素晴らしいよ、煉獄騎士。そして神聖煉獄騎士団、君たちこそこの力を使うのにふさわしい相手だ。変身。何？あれは属性はドラゴン、そしてカヌ、サイズ10、攻撃力12000、防御力12000、打撃力4。破壊されず手札に戻せず能力は無効化されない。僕は白く創生の潮流神進化を遂げた潮流神ガエンの力、君たちに存分に味わってもらう。アジダハークが健在なままでガエンが。攻め手が増えた。これは手強いぞ。あなた、勝ててるだけ！バッツ、だから食いながら大声出すなって。潮流神ガエンの効果、手札が6枚になるまでドローする。だぞ。多すぎバル。さらにガエンの能力発動、手札1枚を捨てれば僕は2回攻撃を得る。京谷選手、波状攻撃待ったなし。いかん、龍炎寺タスクには手札が。いや、タスクはこの程度で負けはしない。アジダハーカ、ファイターをアタック。2回攻撃。タスク先輩、痛そう。バル、動かないでしょ。えい、なんだったお前ら。3回攻撃。アジダハーカの攻撃全弾命中してしまった。タスク様残りライフ1、風前のファイヤーだ。残念だ、闇の力をまとった甲斐もなかったようだ。我が光でアタック。タスク先輩、タスクはしのぐ、必ず。オルコスソード頼むぞ。任せておけ。キャスト煉獄の炎をその身に宿し。おお、はい、煉獄下砲か。この魔法は味方のモンスターを破壊して攻撃を無効にする。そしてそのモンスターの打撃力分、ファイターにダメージだ。7、京谷選手ダメージ2。オルコスソードはソウルガードで復活。やるな煉獄騎士、だが僕には2回攻撃がある。キャット、煉獄の炎をその身に宿し。何？7、再び京谷選手ダメージ2。さらにオルコスソードはソウルガードでまたもや復活。ここで京谷選手のターン終了。アジダハーカとガエンの重爆撃をライフ1でしのぎました。すげえ、やるじゃねえか。さすがは龍炎寺タスクだぜ。こいつは分からねえぞ、少し手札が心もてねえけど。さっきのターンでは10ダメージ与えているものね。しかも今回はアジダハーカはライトだ。ファイターへの一点突破を狙えば。京谷はなんであんなことタスク先輩に言ったんだろうな。僕のお願いを聞いてくれれば、この GGG カップでは何もしないことを約束しよう。
俺には京也もこのファイトを楽しんでるようにしか見えないんだけどな。確かにそうだ。さあタスク様のターン。手札を使い切ってセンターにシルバースタック、レフトにクロスボウを再び通る。防御力1万2000の岩塩を突破できるのか。オルコスソードとシルバースタックで岩塩を連携攻撃。行くぞシルバーソック。お供いたします。さあ命中した。ダメージは3。オルコスソードの能力発動。頼みますぞ軍団長。オルコスソードは再攻撃可能になった。タスク様はシルバースタッフの効果でライフ回復。リミオスソードの能力発動。オルコスソードの攻撃力を3000上げワンドロー。何を引きやがった。ここが勝負どころだぜ。何を引こうがこの潮流神は落とせはしない。オルコスソードとクロスボウで連携攻撃。おおおまたまた決まった。今度もダメージ3。オルコスソードの能力発動。今度はクロスボウを破壊した。オルコスソードと連携すれば打撃力4だ。届くぞこれは。行くぞオルコスソード、連携攻撃だ。おう。手札のデビルオーブドラゴンの能力発動。ドロップゾーンに送ることでライフ2プラス。京也選手残った。なんという凄まじい準決勝だ。ライフ6にしてダメージ4の決定打をしのいだ。すげえ、二人ともすげえよ。やるな、ガエン京也。ここまでファイトできるというのに残念だ。僕はドラゴンドライを鍛え上げた。僕の理想とするバディファイトを実現するためにね。僕もとても残念だよ。君の場にはオルコスソードを再攻撃させることのできるモンスターはもういない。このファイトもここまでのようだ。まだ僕のターンは終わっていない。キャスト盤上この一点。何？ドロップゾーンにいるサイズ1モンスターをコールできる。我が軍団の勝利のために。まさかそんなカードを入れていたとは。オルコスソードドラゴンの能力発動。オルコスソードの再攻撃だ。すごすぎだぜタスク先輩。まさか勝負を決めたカードがジェネリックのカードとはね。僕のドラゴンドライもまだまだ研究が必要だ。さらばだ白き潮流神よ。ゲームエンド、ウィナー救援にタップ。準決勝第2試合を制したのは新生煉獄騎士団。 GGG カップファイナリストが出揃った。おめでとうタスク先輩。ありがとうガオ君。新生煉獄騎士団のみんなも。礼には及ばん。また会おう龍炎寺タスク。京也ナイスファイトだったぜ。ありがとな。僕も楽しかったよ。それじゃファイトして分かったよ。彼はもう。ああ分かってる。これで決勝戦は我々が相手だ。いいファイトしようガオ君。ああもちろんだ。俺たち絶対負けないぜ。それは僕たちもさ。よし来たぜ出番だ。一丁ぶちかまそうぜ。絶対優勝するまで。Imagine it with the bonds of those in the holy city and the flames of the dragon that burns down all. Vanguard Trial Decks, Aichi Sendo, Toshiki Kai, available June 8th, Bushiroad. Von Schwartz, your favorite girls from Aqua are back. Are you ready to embark on a brand new story with them? Love Life Sunshine Trial Deck Plus and Extra Booster on sale from 18th May, Bushiroad.今日の最強カードはこいつだ。煉獄騎士団の解放者オルコスソードドラゴン。他の武装気流を破壊すればスタンドして再攻撃ができるぜ。しかも破壊した武装気流は全てオルコスソードのソウルになるんだ。さあ今日の最強カードは誰だ。
ファイトばっかりだった。ドラム、バレ、バッツ、決勝戦も最強のファイトにしようぜ。次回宿命の対決、帝が王 VS 龍炎寺タスクでバディーファイト。Bushi Road Spring Fest is back for 2018, featuring the Team League format for some of our popular titles. Receive attractive prizes just by taking part. Find out when a regional championship is happening near you. Bushi Road.